風船金魚を折ります。まずこちらを半分に折ります。半分に折ります。袋を開いて三角に折りたたみます。角と角を合わせて三角に折ります。角を中心、真ん中に合わせて折ります。角をこちらの三角の中に折ります。袋の中に入れます。裏返します。辺と、折り目と辺を合わせて斜めに折ります。こちらを外側に向けて折ります。こちらをつまんで、ここを貼り合わせます。とこちらから膨らませます。こちらを左右に開きます。こちらで完成です。